今日は国道の258号線っていうのを走ろうと思います。三重県の桑名市から岐阜県の大垣市に向かって南北に走っている国道です。
はい、この学田町交差点で258号線が終わりますので、ここまでになります。ではご視聴ありがとうございました。